物をご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。関東地方は梅雨入りして、晴れたと思ったら急に雨が降ってきたりと不安定な天気が続いています。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。さて、今週も日刊現代で1週間振り返っていきたいと思います。今回の担当は第一編集局、局長の小塚香織さんとニュース編集部の生田修平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず最初に取り上げるのは、日銀の黒田総裁の発言が波紋を広げましたね。そうですね、はい、これ6月6日に講演をしたんですね、はい、でこれあれですよ、日銀のホームページに全部載ってますんで、はい、まあ、だからどういうんでしょう、公式な発言なんですね、はい、そういうことですよね、はい、で、まあ、彼何を言ったかっていうと、うん、そのまあ、これだからちゃんともう何て言うんですか、ボソッと言ったんじゃなくて、うん、台本しっかり作って、ちゃんと原稿を精査した上で喋ってるってことですね。だからなんか失言じゃないとかあるんじゃないですね、はい、で何を言ったかっていうと、その値上げを許容用度がもう高まっていると、家計のね、で家計はもう値上げを受けている間にみたいな、もう値上げはすでに家計はもうみんな受け入れているみたいな言い方をしちゃったわけですね。でもう大炎上、うん、で、炎上の中身はやっぱりその受け入れてないよと受け入れてない値上げね、はい、もう我慢しているんだよ、はい、であとそれからもう一つは、その黒田さん分かってるのと、うん、その、うん、我々のその身近なことをね、まあ、そうですね、実際にね、スーパー行かないって、はい、そのちょっと前の国会で言ってたりして、はい、で発言の翌日にですね、うちの記者がまあどんな暮らしをしてくるのかなっていうのが、はい、ということでね、実はちょっとそう訪れたんですね、はい、そのマンションね、で1億円はくだらないマンションで、なんかキャッシュ、ね、これね、そうです、ちゃんと調べたんですけど、うん、キャッシュで買ってますね、1億円、多分オークションなんですよ、オークションキャッシュで買ってて、まあそれはね、財務管理をやっていて、はい、その後天下りもして、ね、今日銀総裁、はい、年収が日銀総裁は規定では3500万円ですから、うん、はい、お金は回ると思いますけど、うん、ただだからそうするとね、やっぱりね、庶民感覚はどれだけ分かってるのかってことですよね、はい、っていうまずその批判があって、それはそうだなと思いますよ、はい、まあ、別にね、いいとこ住んでても別に理解はできるわけですね、はい、家計が苦しんでる、はい、想像はできるわけじゃないですか、はいはい、それをまずできてないっていうところの炎上がバーってありまして、で結局黒田さん謝罪をして、それからその後結局撤回しましたね。で先ほど言いましたけど、日公式見解を、はい、総裁の公式見解を、発言をその取り下げるっていうのはもうかなり異例なことだっていうですね、はい、そうですよね。でまあそれだと黒田さん分かってないなだけで終わるんですけど、もう一つやっぱりちょっと非常に大問題なことがあってですね、その黒田さんは、これを、まあ、一応思いつきで言ったんじゃなくて、データに基づいて喋ってるんですよ、はい、でそれを引用してます、はい、その講演の中でね、はい、で実は非常に興味深い、データがあるんですよって言って、はい、これは東大の、渡辺勉先生が、4月から5月の前半、はい、もう本当最近調査した結果で、うん、調査で、はい、まあ要は自分いつも行っているスーパーで商品が値上がりしていたら、はい、10% 上がっているとしますと、うん、はい、どうしますかっていう、うん、で高くなってるんだって言って、はい、他に行くっていうのが去年の8月では半数を超えていたと、はい、去年の8月ですよ。でところが今回のその最近の調査では、半数以下になりましたと、減りましたと、はい、受けてる、値上げを受け入れてるじゃないかと、うん、はい、いう根拠にしてるんですよ。それを、はい、もう持ち出して話してるんですね、はい、でまあそれ自体ちょっとね、まずおかしいですよね、うん、そのじゃあその人が値上げをそこで他に行かなければ、ね、受け入れてるのかっていうとね、うん、はい、そんなこともないと思うんですよね、うん、要は去年の8月だったらそんなに値上げまだなかったから、はい、他行けば安いかなっていうふうには、うん、そうですね、思うじゃないですか。今はどこに行ったってもないから、多分そこですよね。妥協するしかないよねっていうことですもんね。わけではないので、うん、それ自体ちょっとずれてるんですけども、はいはいはい、うん、で
私ちょっとこれ記事書こうと思って、この渡辺先生の、全部 の、 あ の、 その調査がね、はい、その黒田さんの言ってるとこだけじゃなくて、うん、公表されてたんでちょっと見たんですけど、はい、驚いたのは、うん、その黒田さんが言ってるデータは確かに言ってる通り、はい、他に行きませんっていうのがあるんですけど、うん、その隣の隣のグラフでね、はい、その商品はその店で買いますと、他に行かずに買うんだけども、うん、買う量を減らしたり買う頻度を落としたりして節約するっていうのがですね、これ激増、まあ、激増というか結構増えてるんですよ。これですね。そうです。これが多いと思います。私も自分としてもそうだと思います。うん、はい。だからね、これを見ると、うん、値上げはやっぱり受け入れてないなと、うん、量を減らしてるじゃないですか。そうですね。そのやっぱりちょっとどこかで、まあ、うん、我慢という表現が正しいのか、うん、まあじゃあちょっと違うよ。もので代用でもそれも高いなみたいな感じで、うん、小さいサイズをちょっと、ね、はい、ね、買うとかね、だから4個入りだったのをもう2個入りにしてっていうのは本当に多いと思います、うんうん、だから、うん、その黒田さんが見た挙げたデータのその隣に、はい、その許容してないことを示すデータがあるにもかかわらず、黒田さんは自分の都合のいいそのグラフだけを取り上げて、うん、はい、まあ値上げを受け入れているみたいな話をしちゃったんですよね、うん、まあこれね、例えばなんか政治家がどっか街頭演説でね、自分がこんなことやりましたってね、はいはいはい、よくありますよね、その都合のいいね、はいはい、それなら、まあ、まあそれもどうかと思いますけど、うん、これ中央銀行の総裁が、はいね、はい、別に選挙で選ばれるわけではないね、そういうアピールする必要も本来ないはずの彼がね、こういうデータの取り方をして、うん、公式に発言してると、はい、これはちょっとね、さっきのそのセレブ売りも問題なんだけど、はい、これは非常に大きな問題だと思いますよ。うん、で、家計の支出、ちょっとこれ戻るだけ、はい、4月がですね、物価変動を除く実質で 1.7% 減になってるんですけど、はい、これ結局それだけ我慢してるってことですね。支出を減らしてるっていうのはね、はい、で暮らしの質を落としてる、はい、さっきの量を減らすとか、はい、全くだから値上げ受け入れてるわけじゃないっていうことですよね、はい、うん、だから、ね、仕方がないから、うん、まあ、工夫はしてるけど受け入れてはいませんよっていう感じですよ ね、うん、はい、これはね、非常に大問題、日銀総裁としての資質としても非常に問題だと思いますよね、うんうん、まあ、そうですよね、うん、やっぱり客観的にこうデータをね、はい、分析するのではなく、結局その今の、日銀がやっている方向性が正しいんだっていうことにするためにそのデータを利用しているというそんな感じですよね。目的が別にあるというか、そういうことですよね。だからもう全部を示してこの部分ではこう、この部分ではこうっていうふうに言ってくれたら、あ、なんとなく聞いてる方も、あ、なんか こっちの方が近いな自分はとかっていう見方ができますけど、あ、そうなんだってなっちゃうと、一つのデータだけになっちゃうと、あれ私だけなのかな、うん、違うのかなみたいな不安に駆られたりとか ね、するかもしれませんけども、まあ、これ現代は木曜日に報道したんですけど、うん、はい、金曜日の、産経とか東京新聞も報じてますね、うん、まあ、切り取りっていう言い方です、うん、つまみ食いっていうのを見てるわけですけどね、まあ、そうですね、うん、ですよね、これからね、物価高がね、どんどんまた広がりそうですから、ね、はい、注意していきたいと思います。さあ、そして気になる年金減額ということなんですが、そうなんですよ、この、はい、まあ、物価高、うん、それから、まあ、物価高はいいんですけど、問題は給料が上がってないってことなんですよね。賃金が上がってないから、うん、各国は物価高でも賃金が上がってるから、その通りなんですよ、まだいけるんですよ、うん、そうそう、だから安倍さん、ごめんなさい、岸田さんがね、はい、国会等か等で、うん、その日本のね、その物価上昇率が今 2% ってなってて、はいはい、世界はもう 8% とかね、アメリカなんかなってますよね。だからそこと比較して日本はまだ物価は安定、はい、なんていうか低めに抑えられてるんだっていうふうにね、物価上昇って言いますけれども、いや、賃金が上がってないでしょと、はい、世界は給料上がってるんですよっていう話なんですけど、その給料が上がっていないことが実は年金減額につながっているって話なんですね、はい、ですね、うん、それで年金もらってる人は分かると思うんですけれども、この4月から年金の金額が改定になって 0.4% 下がってるんですよ、うん、それで、まあ、前年と比べてね、はい、それでその4月から下がってるって、その年金って2ヶ月分入ってくるので、うん、それも
後払いになっているんですよね、はい、だから4月5月分が6月に入るんですよ、うん、で基本6月15日なんですけれども、はい、そのまあ6月15日に入りますよっていう年金のお知らせをもらった人たちが、はい、え、はい、減ってるじゃないって多分今気づいてる頃で、はい、それでこの 0.4% 減ってるっていうのがえなんでってなった時に、はい、実は安倍政権の時に、うん、その現役世代の賃金変動率っていうのも年金の額に影響させると反映させるっていう、はいはい、そういう、法制度が変更になったんですよ、はい、で、まあ、マクロ経済スライドっていってね物価変動率に合わせて、その、年金額を下げるっていう、まあ、まずそもそもそういうのもあるんですけども、はいはい、それに加えて現役世代の年、給料の額に合わせて、はい、要するに現役世代も下がってんだから、はいはい、あの要するに高齢者のね年金もらってる世代も給料、はい、金支給額下げましょうっていう、なんかそういう法律が実はですねこれ通っちゃってるんですよ、はい、2016年の法改正で、うんうん、でそれがここで影響しているっていうことで、はい、それでねそのよくよく考えるとこのなんで下がってるか給料上がんないかってなった時には結局まあそのアベノミクス時代のですね、うんはい安倍さんがやった8年間、うん、その時の、まあ、アベノミクスもしかりあとその、はい今の黒田さんがやっている金融緩和政策、はい、で一応あの話は金融緩和をすることによって、はい、それで給料も上がりっていう話だったですよね、はいはい、だけど結局給料は上がらなくて なんかトリクルダウンで下垂れしてくるみたいな話もあったけど、はいはい、それもなくてっていう状態 で結局そのあの時の、まあ、8年間のアベノミクスがうまくいかなかったことが今回の年金に影響しているということなんですよね、はい、だからその実はですねこのアベノミクス問題だったんじゃないのってことなんですけど、はいはいはい、今その今回の骨太の方針で、うんうんちょっと新聞等でも報じられましたけど、はい、このアベノミクスをめぐってあの安倍さんと岸田さんの、はい、岸田さんというか、はい、岸田さんを含む、はい財政再建派と、はいはい安倍さんが筆頭の、うん財政積極派というところが、はい、こうなんかこうさや当てをして、うん、でその、はい、文言をね骨太の方針にどう書くかっていうことでなんかあのやり合ったってことなんですけども、はい、まあ結局安倍さんがすごくその君はアベノミクスを批判するのかって言って、うん、そのいろんな議員にねあの財政再建派の人に言ったってことなんですけども、はい、ただまあよく考えると結局その物価物価は上がっても給料は上がらないっていうこの状態を作ったのはやっぱりアベノミクスでしょっていうことでその文言としてねそのアベノミクスをまあ、失敗って書いてたわけじゃないんだけど、はい、この給料が上がらなかったことが日本経済をその停滞させてるっていう文言は真っ当で正しいんじゃないのっていうことなんですけど、まあ、そういう意味ではこう安倍さんのアベノミクスが今いろいろなところに、うんはい、影響してると、ね、まあそんな話です、ね、賃金が上がらないっていうのは結構大きい。だってずっと上がらないですよね。そう実は日本の賃金ってもう20年、はい、30年ぐらい横ばいなんですよ、はい、それで世界で多分先進国では唯一上がってないですよね。そうですよね、うん、なんか本当はこうねみんなこう少しずつこう上がっていくものなんだかなっていう、うん感じがしますけど、まあ、そのウクライナでロシアでねインフレになってるじゃないですか、はい、世界、はい、で世界は上げてんですよ。うんそうなんですよね。最低賃金そうですよね。でアメリカがそのインフレに追いつこうってことね、はい、対応するためにですね、はい、アメリカなんかも2000円ぐらいですよね、うん、そうです。でヨーロッパも大体1500円ぐらいですよ、うん、で新興国なんかもロシアも含めてね、はい最低賃金とか、はいまあ、年金とか上げてるんですけど、はい、日本の最低賃金って今930円でこの前骨太のあれで、ね、そうなんかね1000円を目指すって書いてあってできるだけ早く1000円、うん、でも1000円目指すって言葉はなんかもう前から安倍政権の時から1000円目指すって書いてて、ね、達成されてないっていう達成されてないんですか、うんですね、プラスドルベースに直すと減ってんですよ、はい、最低賃金も円で見てたら1000円目指すかもしれないけど、はい、本当はもう1500円ぐらい目指さないと合わないっていう。だから2%に抑えられてるっていうのがあるんですね、はいはいはい、その物価上昇ですね。賃金上がってないから、はい、賃金が上がる、まあ、だからそれなのに上がればもう物価がちょっとね上昇しても頑張っていくよって感じにするんですけどね、うんうん、
でその企業は 賃金上げないから、価格転嫁を価格転嫁をしないために賃金上げないっていうのをやってるんですよね、はい、それを岸田さんが自分が抑えてるみたいなのにもうなんか何重もこう口開いた口が開かないっていう、うまく回ってないことをうまく回ってないですことをその 2% というだけ取り上げて、なんか差もね結びつけてね、欧米に比べてみたいなのちょっと違うでしょって、私みたいな素人だって分かるんだ、賃金が上がっていないんだっちゅうのっていうのはね思いますもんね。さあそして、ロシア・ウクライナ問題なんですが、プーチン大統領が、まあ、辞任カウントダウンというような、そうですね、これまあ、ちょっと異変が起きてるんじゃないのっていう、うん、まあ、そういう話なんですけれども、はい、これは何かっていうとですね、ロシアのね、外務省が、まあ、ロシアの外務大臣がですね、はい、トルコに訪問した時に停戦交渉、ウクライナともね停戦交渉をね再開に応じるように、まあ、ウクライナ側に求めたっていうことを、トルコの外相会、トルコでの外相会談での会見で言ったそうなんですよね、まあ、これ共同通信が伝えてるんですけれども、はい、それでその、まあ、停戦交渉、まあ、停戦になった方がもちろんいいんですけど、その停戦交渉をロシア側から呼びかけてるっていうのはどういうことなんだろうかっていうことで、まあ、これちょっと一つの見方として、プーチン大統領って毎年6月に国民との直接対話っていうのを開催してるんですけども、今年それを延期するってことになったそうなんですよ、はい、で本来は国民に自分がやってることを、まあ、アピールするなり、はい、まあ、まあそのためのね、国民対話の会でしょうし、で、それがなんかもうすごく長時間にわたって毎年行われるそうなんですけど、はい、まあ、それをやらないっていうことはどういうことなんだろうかってことで、はい、まあ、これ筑波大名誉教授の中村先生がですね、はい、解説するところによるとですね、まあ、実際に直接対話をやったら、はい、今年の場合は要するにその本来はすぐ終わるはずだった戦争が、はい、こんなにちょっとまた長期化してるってことで、はい、少しその国民の不満も溜まってるだろうから、はい、それがこう紛失する場になるんじゃないかっていうことが一つと、うん、あとはやっぱりそのプーチンの体調がね、はい、ちょっと不安みたいな話とか、そうですね、はい、そういう話が出てるので、長時間になると、はい、まあ、体力の限界とか、まあ、そういったことも勘案されて中止されたんじゃないかっていうことなんですけど、で実は、まあ、そういうプーチンがいる一方でですね、なんかちょっとそのポストプーチンみたいな動きがですね、はい、うん、少しこう出つつあるんじゃないかってことで、はい、これはまあ、中村先生が言うには、そのメドベージェフ前大統領、うん、前のそのプーチン大統領って一回大統領になって首相になって、はい、もう一回大統領になってるんですけど、 そのプーチン大統領が首相だった時の大統領ですね、はい、そのメドベージェフ前の大統領がそのこう SNS とかでロシアの敵を殲滅するとか、すごく、はい、激しいことを訴えて、はい、ちょっとその指導者のような振る舞いをしてって、そのプーチンを超えちゃう指導者みたいな ね振る舞いしてるのは、はい、ちょっとそういうその政権交代的なことをね、はい、意識してるのかなっていうようなことを、これはまあ中村先生が言ってるんですけど、はい、今週もう一つですね、その注目の人特別インタビューっていうところで、はい、ロシアの専門家で元、時事通信モスクワ支局長だった、はい、名越先生、名越健郎先生にですね、はい、まあ、聞いてるんですけども、はい、話、そのしたらやっぱり名越さんもですね、そのプーチン、ポストプーチンのような話が実はロシアのエリート層の中で、始まっていると、はい、いうことなんですよ。でそれで、まあ、この記事としては、ロシアの、まあ、ラトビアに拠点を移したロシアの反政府系メディアメドゥーサっていうところが、はい、5月25日ですね、そこで、エリートの間でポストプーチンをめぐる議論が広がって、後継者の名が静かに話し合われているっていう、そういう記事が出てたそうなんですよ、はい、でそこで出てくる後継者の名前っていうのが、まあ、3人あって、そのうちの1人がやっぱり今のメドベージェフ前大統領、はいはい、それからもう1人がモスクワ市長のソビニャン氏、それから、もう一人3人目が、大統領府第一副長官のキリエンコ元首相、この3人が、はい、名前が挙がってると。でやっぱりこの中で最有力視されているのがメドベージェフ氏ということで、でそのまあ結局そのロシアの国を動かしているのは、まあ、ある種エリート層とか、はい、まあ、オリガルヒとかも言われもね、名前も出てきましたけど、はい、まあ、そういう人たちがある種その一旦
あのプーチン政権時代、プーチン政権がある種ちょっと続いてる中で、はい、うん、あの大統領をやったことがあるメドベージェフ氏であれば、はいはい、そうですね、まあその今までの延長線上 で、うん、そのまあそのここはっきり言ってますけど、はい、利権の維持だと、はい、ができるだろうっていうことで、はい、まあある種そのメドベージェフ氏なら安心感みたいな、なんかそういう空気があって、はい、それでメドベージェフさんも意識してさっきみたいなこうちょっと激しい強い発言をしてきてるんじゃないかと、はい、うん、そう、そういうなんかですね、はい、まあ、話になっていて、うん、であともう一人ちょっと話題になった、36歳で戦勝記念日の時にプーチン大統領とちょっと、はい、親しげに話していたっていう若い、はい、大統領府、報道部のコバリョフ氏、はい、でこの人もあるんじゃないかっていう話があったんだけど、はい、まあ、この名越先生が言うには、まあ、その名越さんがロシアの学者に尋ねたところ、ちょっと36歳の若者っていうのはさすがにちょっとありえないだろうと、はい、まあ父親がね、国営ガス企業ガスプロムの幹部だからっていう、はい、まあそういうこともあるんだけれども、ちょっとその若すぎるだろうってことなんですけど、ただまあ結局その一つはもうプーチン後みたいな話で、はい、ポストプーチンの話がこういう形でロシアのそのエリート層の中で出ているっていうことと、はい、あと一方でじゃあプーチン大統領がじゃあ簡単にその辞任するなりってことがあるんだろうかっていうことで、はい、まあその一つ体調の問題っていうのもあるし、ね、はい、もう一つはただそのこの名越先生が言うには、やっぱりそのプーチンはそのドンバス地方のルガンツク、ドネツク州のこう2州をね、はい、完全に支配下に置いて、まあある種そこでそのなんていうかな、勝利を勝ち取った的なね、はいはい、ものがないと簡単には降りないだろうっていう、まあそういう、まあ、見方もあって、はい、まあちょっと今混沌とはしてますけれども、はい、そういう動きがロシアで起きているっていうことで、はい、まあ戦争終結が早いのか、はい、それかプーチン退陣が早いのかっていう、はい、まあなんかそんな状態であるということだそうです、はい、どちらが先かっていうのは非常になんかね、本当にそうだなと思いながら、なんか今なんかこう見てると小康状態なのか、あんまりこうテレビと報道でも、ね、割合が少なくなったっていう感じもしますけれども、まあ でもやっぱりね、ここが戦争していることで、うん、まあ、物価高にもね、やっぱつながってきちゃったりとか、いろいろ今までできていることができなくなってきていることが多くなっているの で、ね、本当に一刻も早くね、終結してほしいなと思いますけれどもね。さあ、そして最後に取り上げるのはこちらです。スシローのおとり広告について。はい、はい、まあ、私もスシロー行ったりするんでね、ちょっと驚いたんですけど、はい、まあ、もう今ワイドショー結構、はい、結構この問題、ね、どこチャンネル回してもですけど、まあ、そうですね、皆さんこうなんていうんですか、こう気になるところですからね、うん、皆さんよく利用するでしょうか。で、まあ、時期として、まあ、今回摘発された時期としては、はい、昨年の9月から12月ですね。で、ウニ三種盛りとか豪華カニ尽くしとかっていうのをこう出したんだけど、でこうキャンペーンみたいなのを してたんだけども、実際にはその9割600店舗あるうちのもう9割で在庫不足をしていたと、はい、で中にはもう最初の日に、そもそも出してなかったり、はいはい、なんか1回も出してないような期間中にっていう店舗もあったみたいですね。で、本州の取材に、想定以上に人気商品になって在庫不足になってしまったっていうようなことを言ってまして、でも初日まで揃えておかなきゃダメですよね、そういうふうに言うんだったらね。そうですね、はい、で、まあ、おとり広告ですね、うん、はい、で外食ジャーナリストの中村さんは、まあ、その過当競争が原因だったりとか、うん、あるいはそのこれ恒常的にね、その状態化こういうことがしてたのかがちょっとポイントですみたいなことを、うん、まあ、言ってるんですけど、ちょっとある人に聞くとね、その去年の9月とか12月っていうのはそのウニとか、カニとか、はい、そもそも結構品薄だったらしいんですよね、はい、その時期って。だからでスシローがそこでバーンとキャンペーンしてて、そんな揃えられるのかなってそのかと思ったらしいんですけど、どういう手を使ってね、その数少ないね、ウニとカニをこう全部こうね持っていけるような、なんかそういう企業努力をしたんだったらすごいなと思いますよ。そうですね、まあ全体的にはないんだけど、スシローは
ね、そうそうなんか独自の努力をしてしっかり確保していったのであればあれですけども、だまあ想定以上に人気商品っていうのはじゃあどれぐらい想定していてね、うん、実際どうだったのか、はい、でも最初から置いてないとこが最初から置いてないっていうのは話になりますよね。で9割でしょう、はい、ちょこっとそういう店があるんじゃないですからね。そうですよね、うん、まあ、だからあれですよね、そのこの記事の中にも書いてますけどね、結局そのこのいわゆる、回転寿司チェーン5大チェーン、スシロー、はい、くら寿司、はま寿司、かっぱ寿司、元気寿司で、やっぱりこう店舗数っていうのがあの10年間で 1.6 倍に増えてるんですって、だからもうすごくこう、はい、熾烈なシェア争いで、はい、まあ、その中でもスシローは結構トップを走るような感じなんだけれども、うん、結局やっぱりトップを走り続けるために、うん、いろいろやっぱりこう、はい、あのお客さんを呼ぶ ね、まあ、ねことをしなきゃいけないってことで、なんかその、1ヶ月に2回フェアやってるんですよ。例えばあのウニフェアってのやったり、はい、マグロフェアとかなんかそういうなんかこう、はい、キャンペーンみたいなことをやることでそのお客さんをこう呼ぶっていう、はい、だからまあそれをずっと続けてると、まあ、こういったことで、あの ね、 ですね、要するにこうキャンペーンが先に行っちゃうって、はいはい、商品よりもみたいなことが起きるのかなっていうね。そういうことですよね。うん、その月に2回フェアやってたら大変ですよね。まあね、揃えるのも大変ですね。現場の方々は本当にすごい大変だなと思う。でそれが日常っていうか、うん、フェアじゃなくて毎月必ずあるんだったらあのもうずっとね、うん、もう契約とかもできるんでしょうけど、今月はもう知りませんけど、うん、なんか来月だけお願いしますとかって言うと、また今度、ね、実際にそれをあの、ね、撮ってる人たちにも迷惑っていうかじゃないですか。ちゃんと毎月だったら俺らも頑張るよってなるんだろうけど、うん、なかなかだからあれですね。そう、あとだからウニとかで言えば、うん、あのあれですよね、やっぱりあのロシアの、ね、はい、あの、はい、まあ、ウクライナ の、 あの、うん、起きて以降、はい、やっぱり今後ねこうあの北方、そうですね、の北海道のね、はい、あの北の方の海でね、あの操業がうまくいかなくなるんじゃないかみたいな話 で、 で、ね、はい、ウニが入ってこなくなるみたいな話がありましたけどね、はい、あの実際にその、ね、漁業協定もちょっとこう、そうですよね、中止みたいな話に はい、なりつつありますから ね、 ね、そうしたらウニもカニも入ってこなくなってきます、うん、辛いことなんですけれども、 そ、 それは本当そうなんですね。でも結局これでじゃあこれがあるからと、じゃあスシローに行こうって言って行ったはいいけど、あそれまだうちは取り扱ってませんって言われても、うん、そこから出る勇気ってなかなかないから、本当にそれによってお取り広告と言われるってことですよね。まあそうですね、ですよね、うん、じゃああるやつで我慢しようかっていうことですよね、うん、なかなか出る勇気ないですもんね、うん、まあそこまで考えてやったのか、それとも本当にね、まあ、そこはねちょっとわからないですけど ね、 ね、はい、うん、そうですね、そこまで考えてやったんだとしたらちょっとがっかりだなっていう感じもしますよね、一生懸命集めたけど、ね、キャンペーンがちょっとおとなしくなっちゃうかもしれないですね、これからね。まあそれはそうですね、それはしょうがないですよね、確実に提供できるっていう確信を持たないと、はい、キャンペーンが、はい、それかもう本当にもう各店舗何皿までとかそういうなんかこう具体的な数字を上げてもらったら、う、ね、うん、あもう仕方がないんだなっていうのがあると思うんですけど、だからまあこういうのはなかなか、そうですね、キャンペーンはちょっとあのスシローに限らずね、はい、はい、みんな他もみんなちょっと慎重になるでしょうね、うん、キャンペーンするのね、っていうのはかもしれないですね、うん、でも回転寿司とてもあのね人気のね業態ですから、ちゃんとやっていただきたいなということとね、なかなか難しいのだろうっていうところをね理解はできますけれども ね、 ね、ちゃんとやってほしいなっていうところが一番だと思います、はいということで、今回も4つの話題についてお話しさせていただきました、ご自分の、ね、身近に感じるところも、今回はあったんじゃないかなと思います、いかがでしたでしょうか。どうぞ来週もですね、日刊検定とともにお過ごしいただければと思います。今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。